6月14日は、グレゴリオ歴で年始から165日目にあたり、年末まで、あと200日ある。イングランド内戦、ネーズビーの戦いフランス革命戦争、マレンゴの戦い計算機、会社機関の論文が、王立天文学会に送付される。画像は論文に基づき実作された、会社機関、第二次世界大戦。 ドイツ軍によるパリ占領世界初の商用コンピュータユニバックアイの1号機、アメリカ合衆国国政調査局に納入フォークランド、紛争集結。画像はブエノスアイレスにあるモニュメント物理学者、シャルルクーロン誕生。電化の単位クーロンなどに名を残す、第3.9代日本国内閣総理大臣、山形有りキューバの革命家。 チェゲバラ第45代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプ、北総最後の皇帝、金層没戦国武将柴田勝家、お一の方と共に自害社会学者、マックス・ベーバー。ブルガリア首相、アレクサンドル・スタンボリスキ、クーデターで殺害作家ホル・ヘルイス・ボルヘス没。正常期がアメリカ合衆国の国旗となる。13植民地を象徴し、 当初の星の数は13であった。AB 様式血液型を発見した生物学者カールラント・シュタイナー。当人は O 型であった。ありがとうございます。